皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日は私のコミュニティでやっている有料のコース、2023年春のライティングチャレンジのトピック3です。このチャレンジの募集はもう終わっています。チャレンジに参加していない皆さんは、普通にこのエピソードを聞いてください。さて、今日のトピックは面白いですよ。私はこれから2つのシチュエーションについて話します。それぞれの人は悩みがあります。 ライティングチャレンジに参加してくれているメンバーさんは、二つのうち、二つのシチュエーションのうち、一つだけ選んでください。そして、その一つについて、相談に乗ってあげてください。つまり、アドバイスを書いてください。それでは、シチュエーション1、いこさんの話です。いこさんには、もう5年も付き合っている彼氏がいます。 二人の関係はすごく良くて、お互いに仕事が忙しくてなかなか会えないけれど、週末はできるだけ一緒に過ごすようにしています。いこさんは彼氏とそろそろ結婚してもいいなと思い始めました。でも、いこさんの彼はプロポーズをしてくれる雰囲気がありません。それどころか最近ははっきりといこさんに好きだよと言ってくれたこともないんです。 そこで恵子さんは自分から彼に結婚について話を持ち出すべきかどうかということで悩んでいます。どうしたら彼が自分の気持ちをはっきり言ってくれるか、彼に結婚する気持ちがあるのかどうかということで悩んでいます。皆さんだったらどのようなアドバイスを恵子さんにしますかシチュエーション2、睡眠についてです。 田中さんは会社員3年目。田中さんは不眠症です。最近よく寝られなくて困っています。学生の時には毎日7、8時間きちんと寝ることができていましたが、最近は寝ても5時間ぐらい。会社は残業も多く、帰宅時間も遅いです。寝られるけれど睡眠の質が悪いようで、起きても目覚めが悪いことが多いです。 どうやったら睡眠の質を上げることができるか悩んでいます。皆さんだったら田中さんにどのようなアドバイスをしますかはい。以上です。もう一度言います有料。有料ライティングチャレンジをしている人は、一つのシチュエーションだけを選んで、一つだけ作文を書いてください。つまり、慶子さんを選ぶか、田中さんを選ぶかです。はい。 じゃあ私はそうですね。不眠症の田中さんに対してアドバイスをしたいと思います。おそらく仕事と睡眠と深く関係があるような気がします。何かストレスを受けていることがあり、そのストレスのために不眠症になっているのではないでしょうか。などで、そのストレスの原因を見つけ、それをなくすことが最初のステップだと思います。 睡眠の質は仕事のパフォーマンスにも影響が出てくるので、早めにカウンセリングや専門家に相談してみるのがいいと思います。はい、皆さんそれでは以上です。まったね。皆さんこんにちは。日本語の先生のりこです。今日は私のコミュニティでやっている有料のコース、2023年春のライティングチャレンジトピック4についてです。このチャレンジの募集は、 もう終わっていますが、チャレンジに参加していない皆さんは、普通にこのエピソードを聞いて楽しんでください。さて今日のトピックは、皆さんが今努力していること、または頑張っていることは何ですかです。皆さんが今頑張っていることについて、作文を書いてください。はい。私のことを話したいと思います。私は今年頑張っていることが2つあります。 一つ目は私のコミュニティの運営です。私には私のポッドキャストのファンクラブ、ファンクラブがありまして、その名前はジャパニーズ・トゥギャザーです。今年2年目になるんですが、去年よりメンバーの数を増やしたいと思っているし、今のメンバーさんが喜んでくれるようなイベントやコンテンツを提供するために本当に頑張っています。私の希望は今後ジャパニーズ・トゥギャザーを中心に もっともっと活動していくことです。まだまだなんですけど、そのために今少しずつコミュニティの運営の仕方とか、マーケティングのことなどいろいろ勉強もしています。私には強い、重い、パッションがあります。私のポッドキャストを聞いてくれている人が集まって、その集まった人同士が繋がる場所を作りたい。お互いにモチベーション高め合って、 インスピレーションを与えあったりする場所日本語の勉強。日本語の勉強の旅を一緒に続けていく楽しい場所を作りたいんですね。はい。努力していること二つ目はインプットについてです。インプット。いろいろな情報のインプット。 私はポッドキャストをするために本当にたくさんインプットしなきゃいけないと思っています。インプットをすればするほど話したい内容が増えます。つまり勉強しているということですね。面白そうな話題を集めています。そのためには本もたくさん読みたいし、インターネットのコンテンツもたくさん読むし、人ともたくさん話します。英語でよく他の人のポッドキャストも聞きます。 そこで得た情報をできるだけ、ポッドキャストの中で皆さんに日本語で伝えて、自分の意見をシェアしたい。そのためにインプットをたくさんするということを心がけています。はい、それでは今日はここまでです。皆さんが今努力していること、または頑張っていることは何ですかについて作文を書いてください。またね。